いやー、でも毒舌、そうか、毒舌でもないのかな、普段。そんなに毒舌じゃないと思いますけどね、うん、毒舌じゃないんだよね、うん、あの話し方がうまいから後々考え、あー毒かもしんないなみたいな、後々思い出すそう思うことがあるんだけどだって FGO だとね、いろんなノープがいるから、うんね、あっちの、うん、あっちの方の、うるさいですよ、ちょっと待ってちょっと静かにしちゃう、ちょっと今真剣だからちょっとかわいそうなんですよ。ハオちゃんはだからね、うまい、やはりトークのテクニックを持ってる、回転がね、早い、とっても、うん、なんかでもね、そういつもご参拝って、ご参拝したい人たちはみんなね、軒並み、そう、このお店に来た人たちは軒並み調子がいいの。うわ、来たー、ほんと来たー、あんたモテキとか来じゃない、嘘でしょ。いやでも本当に幼稚園以来のモテキが私にも来ますかね嘘、幼稚園衝撃あった、幼稚園、言っときますけど、私幼稚園の時クソモテましたから、マジでやばいっしょ、食べらせてました、幼稚園の時それもそれで問題だよあのね、うん、朝から来ると、うん、あおちゃんおはようみたいな、あおちゃんおはよう、じゃあ、 あおちゃんの上履きだよって上履き持ってきてくれる人がいて、うん、であおちゃんのカバン持ってくれる人がいて、うん、あおちゃんの黄色い帽子しまってくれる人がいて、うん、今日の給食を教えてくれる人がいるんです、うん、やばーい、あおちゃんやばーい、羨ましいやばいよな、ね、そんななんていうか夢のような世界から、うん、なんそれがなくなったのどのぐらいの後なの、わかんないです。ただでも冷静に考えると当時なんですけど、うん、当時私、うん、うん、うん、ありがとうっていう子だった。よく考えてみたら、ありがとう、みんな大好きだよみたいな子でしたわ、うん、で、みんな、周りのみんな誰が一番好きなの、僕が一番おもちゃんにみたいになるわけでしょ。どうだったんですか、ね、この中で誰が好きとかやんなかったの、みんな好きだよです、おー魔性でも、うん、今当時の自分考えると本当クソだなって、うん、それでいつからそれ やってもらえなくなったの、いつから私がこうなったかという話ですか、うん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 、あっぱれさんま大先生に出たせいですなあ、葵ちゃんは別に好きな人いてんやろ、いるよ、誰だろうそんな秘密、声優を目指したのってなんかその後その燃え尽き症候群みたいになったとかいろいろあったんですけど、もともとアニメとかゲーム超好きで、うん、そうだよね、それこそセーラームーン超好きで、うん、っていう感じだったのと、うん、まあ父とかもかなりゲーム関係の仕事してますし、うん、っていうのがあって、うん、いやアニメ作ろうアニメやりたいやりたいみたいになって、作りそうだよね、そういえばいつか作りたいですね、制作側のでもすっごい持ってさ、いつか作りたいですね、うん、そうなんだ、出たい